自己資本利益率は収益性分析で用いられる株価指標の一つであって自己資本に対する等基準利益の比率である。当時後のロイは日本国内でも用いられている。かつては株主資本利益率とも呼ばれていたが、日本では2006年5月の会社法制定とこれに前後する会計基準の改正において株主資本と自己資本とが異なる値として、 明確に定義されたことで、現在では自己資本利益率が正確な故障として位置づけられる。自己資本利益率は、1年間の企業活動を通じて、株主の投資額に比してどれだけ効率的に利益を獲得したかを判断するのに用いられる。ロイは、その値が高いほど自己資本を効率的に活用して利益を上げていると判断される。なお、 自己資本利益率の派生用語として、自己資本営業利益率や自己資本形状利益率があり、パーセンテージの値となるため、前者は営業利益自己資本100%、後者は形状利益自己資本100%で求められる。株式に関係する変数の関係ある企業が、1年間の企業活動を通じて、株主の投資額に比してどれだけ、 法律的に利益を獲得したかを判断するのに用いられる指標で、当期準利益を前期及び当期の自己資本の平均値で除したものである。なお、分子として形状利益を使用する場合もある。一株当たり当期準利益と一株当たり純資産額を用いても表現可能で、その場合は以下のような数式になる。自己資本について会社4基法では、 株主持ち分と表記されているので注意。デュポンシステムによれば、自己資本利益率は、売上高等期純利益率と総資産回転率と財務レバレッジの積へと分解される。これらの指標の関係を数式とすると、以下の通りである。売上高利益率は、企業の収益性を、総資産回転率は、効率性を、財務レバレッジは、財務的な安定性を表す。 なお、数式からわかるように、財務レバレッジは、自己資本比率の逆数である。上述のように、自己資本利益率は、売上高当期純利益率と、総資産回転率と、財務レバレッジの積として表される。よって、これらの数値を向上させることで、自己資本利益率の向上を図ることができる。具体的な手法は、以下の通りである。ありがとうございます。